けておいで。はい、食べる？ホーリコーさん。はい、じゃあ持ってって、向こう持ってって。バランスであれば中国の方にもおもてなし感が出ますし、日本のお客様にも楽しんでいただきますし、本当に根本の部分はもう絶対変えてはいけないですね。そこをやっぱ楽しみに来られる。